へしゃげ麺は、中華圏の麺の一種、及び麺料理の名称。麺の生地を包丁で切った、切れ麺に対した呼び方として、手で伸ばしたものを、へしゃげ麺と呼ぶ。蘭州以外の土地でよく見られる蘭州へしゃげ麺。中国では、麺は、小麦粉を麺状に伸ばしたものを刺し、薄く伸ばした包む皮を、麺側、線状になったものを、麺状と呼ぶ。へしゃげ麺は、 面状の一種。中国国家食料局によると、へしゃげ面は小麦粉、塩、水を用いた面で、浅聖省、甘粛省から新疆ウイグル自治区にかけての中国西北部で伝統的に食されるラグマンに由来するとされる。特徴は、小麦粉を練って生地を作った後、両手で生地を引っ張ったり、上下に振ったり、粉を引いた板に叩きつけたりしながら伸ばしていく。 生地を引き伸ばしては、折、り、一本が二本、二本が四本、四本が八本と、面の本数が倍化し細くなる。両端を切り落とし長さは1から2メートルくらいに仕上げる。後術の乱臭へしゃげ麺のように、乾水を使用しているへしゃげ麺も存在する。中国には、腰がない麺や弱い麺が多い中で、このような製法で作った麺は、 日本のラーメンのような強い腰を持つ。中華人民共和国以外の中華圏においては、小麦の麺ではないもの、細く引き伸ばした手延べ麺ではないものでも、へしゃげ麺の文字が料理名として使用されている場合がある。へしゃげ麺には、土地の名称を冠したものとしては、蘭州へしゃげ麺や河南へしゃげ麺が有名で、現代は、北京や上海、広州など、 中国西北部以外でもこの名称を冠した麺料理店を見ることができる。これらは料理名ではなく日本でいうご当地ラーメンのようなもの。また中国西北部の伝統的なへしゃげ麺とは別に料理名としてメニューの中にへしゃげ麺の名称をつけた料理を提供しているところもある。大連の麺料理店では複数の店でへしゃげ麺をメニューに見ることができる。 具が特に入っておらず、ソラーメンのような麺料理が確認できる。甘縮省の省と乱州では、乱州へしゃげ麺は、牛肉麺と呼ばれ、至るところで提供されている。この牛肉へしゃげ麺は、海賊の場安子が、新朝の高所年間に考案したとされる。海賊は、イスラームの戒律で豚肉を食すことができないが、牛肉は、食すことができる。 漢民族の中国人もこの牛肉へしゃげ麺を食し、朝食として取る人々もいる。蘭州へしゃげ麺は、特徴として、一世に白参四六五王と言われ、一世は、スープが澄んだ、賃貸であること。二世は、大根が入っていること。三考は、唐辛子油の赤色。四六は、麺の上に乗せる香菜を指し、五王は、 面が黄色がかっていることを表している。面には、乾水が用いられており、よもぎ梅と呼ばれる植物の灰や、積石草と呼ばれるよもぎの仲間の草から作ったアクを使ったものなどが使用されてきたものの、現代では、化学合成のものも代用されている。面の種類は、丸くて細い面から、平たい面まで種類がある。幅5センチメートルを超える幅広い面もある。 スープは牛骨を煮込んだ湯で済んでいるが、蘭州の牛肉へしゃげ麺は、醤油、すりおろした、ニンニク、ラー油、山椒に酢を合わせて煮込んだ、ドロッとしたタレを、麺の上からかける。中国のへしゃげ麺は、醤油ベースのスープに麺を入れて、野菜や肉を乗せた、さっぱりした品が多いが、これは日本でいううどんに相当する。一方で、日本のラーメンは、 中国の麺料理をさらに日本人に合うように変化させたものである。よって中国では日本のへしゃげ麺を日式へしゃげ麺と呼んでいる。伝統的な中国へしゃげ麺とは区別する必要がある。中華圏や華人、華強社会には様々なへしゃげ麺の字を当てた食品や製品が存在する。中には節麺やインスタントラーメンなどもともと へしゃげ麺の漢字が持つ意味の引っ張って伸ばした麺ではない麺にもへしゃげ麺の文字が使用されている場合がある。台湾では日本のラーメンにへしゃげ麺の文字を当てて逆に中国本場のへしゃげ麺を中国へしゃげ麺と呼ぶ。なお、韓国にもへしゃげ麺と称する料理が存在するがインスタントラーメンを指し生麺を用いるのは一般的ではない。 ありがとうございます。